子供たちの行動が変わったなって感じるときに心が通じ合った瞬間はすごく嬉しいですね。自分が発見したものを人類の知識として蓄積できたらいいなと、科学の教科書の1ページを変えたい。難民の支援、平和のために自分は何ができるのか、小さなことでもいいから何かがしたい、使命感ですよね。あなたは何のために学ぶのか。未来を開く、世界へ開く、創価大学。